先生そして続いてはえー、はいあ山本君、えー、ちょっとよろしいですかいかかがですか彼のファッションはいすごく清潔感があっておしゃれでいいと思いますえっとじゃあすいませんちょっと準備の方 えとちょっとしたことでですね非常に大きな変化が生まれるということを、えー、実際ここでお見せしましょうさあそういうわけで山本さんに着替えていただきました、はいえー、どうですすかはい違和感がありますうんどこがどう違うか明確にお分かりですかえ とタッが短いということでしょうか。うんえー、そうですね、うんえー。これは心理学の分野においても言われていることなんですが、えー、例えばあの腹八分目という言葉が表すように、はいえー、人は八分のものにはですね、えー、満足を感じるんです。ああなるほど、えー。それが七分になると、うんえー、なぜか不快を感じてしまうんですね。うん、はい、えー。そういったメカニズムがですね。 人の心理の中には存在するんです。なるほど。それをファッションの部分において応用したのがこの七部です。はあ。これは六部でもいけないんですか。はい。いろいろな研究の結果ですね、七部が最も人を怒らせるという結果が出ております。はい。わかりました。では先生、ファッションによる怒らせ方。はい、続いては、えー。続いては。あ、山本君どうもありがとう。もういいよ。 えー、続いては男性限定の怒らせ方になります。はい、えー。まあ、ひげを使った怒らせ方なんで。